おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、ちょっとね、夢見たわ。あのね、ライブ 2D って皆さんご存知ですか？あの VTuber さんがよくやるライブ、まあ 3D の人が多いけど、有名な会社だと 3D だね。ライブ 2D って言いますのは、あの特定のキャラがあの 3D のことを1万円の状態で立体的に動いてるっていう映像ですね。ティラがそうやってなる夢を見ました。でもね、首がギューン首ギューンって伸びたりする。はい、というわけでね、こちら魔人ダークドラマを倒したことにより一部の町の人と戦えるようになるんですけど、まあ、これ一回きりなんですよ。一部の町の人、町の人と戦える機会というのは一回きりで、その一回きりがですね、これがレジェンドヒーローを使ってくれるってやつですね。今回はルイーダ。こちらね、まあ、とあるレジェンドヒーローを使ってくれるんですけど、まあ、一回きりなんでね、その一回しかない勝負をね、ちょっとね、面白い形でやってみたいと思います。スラリンガル級よう見たらスラリンガル級書いてあるかな、こいつ。さあ、ルイーダが召喚しますのは、王宮戦士ライアン、バトルマスターの職業でね、戦ったライアンですね。うわ、腕組んでる、強そう。さあ、こちらが召喚しますのは、そうです。私がやりたかったら、レジェンドヒーローを使ってくれるのは一回きりなんですよ。そういうわけでやりたいのはね、魔剣士。そう。その作品の魔王 VS レジェンドヒーロー。お、中指立てとる、強そうやな。さあ、勇者を探すために旅に出たライアン。ピサロと出会ってしまいました。運悪すぎですよ。それはもはや運が悪いと言えるのでは。もうピサロ殺しに来てんじゃん。ピサロ一番正しい選択肢今取ってるよ。勇者のさ、仲間たちを集う前に仲間を一人ずつ倒していこうと考えてるもん。ピサロ正しいよ、お前。さあ、おっと、ライアンの勇気もたまらないんだ。あ、そうか、レジェンド魔王だもんね。いや、光るために無理やり止めんの。勇気たまんないんじゃなかったっけ。魔物使って一緒だし。あ、そうだね。やっぱたまんないね。このレジェンド魔王の場合のですね、仕様が、そのまま生きてんだね。ライアンはたまんないんだ。さあ、神速の劇、ライアンに切っていく、お前何魔王系統っていうのは、一回しか攻撃できない。SP カードが使えない。つばぜり合いは自分から仕掛けられない。っていうようなね、短所を持ってるんですけど、まあ、それを持ってね、あまりある短所は一応あるんですよ。まあ、ピサラはまだある方かな。長所は。ないやつもいますけど。長所あまり、長所もない、ないやついるけどね。はちょっと逆転補正やめろ。ここで逆転補正使うな。さあ、できれば神速の剣技をね、ライアンなんかじゃなくて、ホイミンに打ってほしいところ。ホイミンがね、打撃に弱点なんで、弱点というか、だから、ライアンを狙わないでくれる。はいぞ、全然聞いてない。ピサロ、お前。いや、ライアン、まあ、間違ってないんやけどね。ストーリー的には間違ってないよ。勇者の仲間たちを集まる前に殺してしまおうとか考えてるからさ。いや、間違っちゃいねえけど。間違っちゃいねえけどさ。そこはちゃんとね、モンバトなんだよ、このゲーム。これまず、このゲームモンバトだから、ライアンに攻撃しなくても倒せんだって。大丈夫か、おい。向こうの勇気がたまんないっていう特別措置取られてるぞ。そこで負けたらお前恥ずかしいぞ。超恥ずかしいぞ、お前。ライアン一人に負けてしまってるぞ、お前。煉獄魔さんや、こうなったら。でも煉獄魔さんこれさまよるもライアンも効かないんだよな。ホイミンがまあ効くかって言ってるけど、ホイミンの回避率は 15% だからな、微妙なところだし、ライアンもガードしますからね、言うて。さあ、中指を立てている煉獄魔さん、行きましょう。行け、その技術もらい受け、ふん、あー、うわー、こんなもんか。だから同じもんだな、神速の剣技も煉獄魔さんも。神速の剣技は外れた瞬間、まあ、オワコンみたいな。まあ、一応ね、向こうの勇気がたまんないのを生かして、これ、勇気逃げが可能だと思うんですよ。向こうのね、パーティーってあんま火力ないんですよね。耐久力はホイミのおかげで、まあ、まあ、そこそこかなっていう感じですけど、まあ、じゃあ、ね、火力はって言ったら4900は削れないよ、普通に。なんで？おい、ピザロ、お前。なんでライアンを狙うんや。中指立てる場合ちゃうぞ、お前。盾ぐらい持てや、お前も。ピサロも別にさ、原作だったら盾持ってたじゃん。なんで中指立てて挑発してるの。もう全然削れてないよ、君。お前恥ずかしいよ、ピサロ。お前全然削れてない。なんか恥ずかしい。見てて恥ずかしいわ。大丈夫？いや、
5ターン目で一応このターンに勇気がたまるとは思うんで、まあほとんどダメージ与えずに勇気で勝つって感じなの。何それ、何それ、なんだそれ。それでいいのかピサロよ、ピサロお前それでいいのか。神速の剣技をライアンにほとんどさ外しといてさ、で最後とりあえずとどめの剣打っときゃ勝てるみたいなさ、お前なんだと思ってんのこのゲームを。モンバト、まあ、合ってる、モンバトとしては合ってんだけどさ、とどめさえ打ちゃ勝てるんだから。はい、おしよ、さすがに勇気溜まったね、5ターン溜まったし。お前、お前ドラクエって知ってるかピサロ。ほとんどお前ダメージ与えてないじゃんか。向こうが勇気溜まんなくてよかったな、お前。散々マメプしといてさ、最後にこれかい。急に絶望を送れてやろうと言わんばかり。てか、ルイーダのパーティーって確か勇気溜まんないんじゃなかったっけ。確か他の2人は溜まるはずだぞ。いけ、おらもう、引き上げしろぞさあ、こちら、校長からの最後の挑戦ですね。勉強とバトル。まあ、校長からね、挑むバトルはあれですね。はい。わじが尊敬する大魔女バーバラと戦ってもらうぞ。校長、お前絶対それ下の目で見てんだろ。お前いやらしい目してるもん。ちょっと、お前いやらしい目してんな。やっぱりスラリンガルキューとか、おい、やっぱいやらしい。さあ、校長の秘蔵のカードであるバーバラ召喚です。多分ね、こっちはちゃんと魔力溜まってくると思う。勇気か。勇気溜まると思うんで、まあ、さっきのライアンはイージーモード、つならバーバラはまあ、ノーマル、ノーマルですね。うん。だって使えるやつか。おはい、今日から最強。はい。まず強キャラを超えて最強、こいつは使えってさ言ってくれんでさ、毎回あれさ、おいおい、みんなで激闘で毎回出てくるこれ。みんなで激闘したらね、毎回こいつ出てくるからね。こいつがさ使ってくれって言うんでさ、ほらもう一気に 1K 増えるだ。6753。まあ向こうの勇気がたまらないっていう仕様を、まあ、たまるか、確かたまる、今回はたまるはず。それをの仕様はつけないんで、そうするとね、何がやるかって言いますと、まあ、ノーマルものですね。なんでかっていうとね、使える魔王が強すぎるんですよ。はい、武道来たー、最強カード来たぞー。最強カードが来た。もう勝てないわけないじゃん、これ。ノーマルかな。まあでも、事故あるからね。そう、今度は逆ですよね、今度は。よく考えたら、さっきライアンとピタロが3-1-3だったってするなら、こっちは今度は3-1ですもんね。さあ、HP の差が歴然としておりますが。まあ、ノーマルモードかなっていう。多分、ちゃんと勇気溜まるよね、君。こっちはスペシャルカード使えないし、つばせで使えないから、向こうの勇気補正も相まってたまらないんかーい。お前もたまんないのかよ。なんだ。え、勇者だけだっけ、ね、たまんの。さあ、鮮やかな剣技で切っていく。お、あれ結構出んな。マジか、結構出んな。自分で使うともうちょっと。で、バーバル回数は 25% なんで、そこは怖いところ。さあ、鮮やかな剣技で打点を取って、さあ、ムドウ様がメラゾーマですよ。そう、どうしてもね、回避率がちょっとちらついちゃうんで、とりあえずこれでどんぐらい出るかですよ。火炎呪文メラゾーマ炎症。いくぜ、せーの。あ、よいしょ。でも結構出んな。え、バーバラのさ、賢さ397、上からこんな出せるのは十分だと思うわ。さあ、月光できました。月光どんぐらい？うん。302。まあ、これは、どっちかだよ。麻痺効果な。うん、桐崎くんは大丈夫。さすが桐崎くん。さあ、もうね、だいぶ今ので、いい感じの戦況になってるよ。さっきのなんか、どっかの引き上げジャーより、引き上げジャーなんかより、よっぽど頑張ってるよ。さあ、悪夢、これが当たるとすごいよ。これ爆発した弱点だろ。お前爆発弱点だからね。行くぜ、悪夢、せーの。おい、強いねー。やっぱり効くなぁ。はい、鮮やかな剣技。はい、はい、月光。ちょっと待って、月光は？あれ、月光使ってたよね、バーバラ。月光使ってる割には全然避けんけど、あいつ。避けていいのよ、バーバラ。避けていいのよ、バーバラ。ちょっと、月光使っとったんやろ。これひどいな。もうノーマルモードとかがイージーになってるぞ。ピタロイージーだから、これベリーイージーみたいなぞ。小学生まずベリーイージー許されてんの。大丈夫でしょ。おっと、あー、まあ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 、こんなもん。はい、もう一気に、でい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 メラゾーマで勝ちだから。はい、メラゾーマいけ。はい。いくぜ。メラゾーマいけ。おい、バーバがそれでいいのかよ。このゲーム、モンバトラーズ削りきりゃ勝てんだぞ。さっきのピタルと全然違うこと言ってるわ。モンバトラーズ削りきったから、あ、もう終わったわ。ここで、カミラエジモンジャグリングで行くぜ、私のゲートを解くとご覧まで、あいよいしょ。
おい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 、それでいいのか。さあ最後ですね、勇者カイト、これと鋼の剣をくれる人なんですけど、さあこの人と相手の退屈だわ、俺より強いわ、ちょっと戦いたいわいつも負けてんじゃねえかさあこれですよ、これがマジで難しいんだよ。勇者カイトね、公式のね、まあサポーターとしてもいました。もちろんスラリングが腰に手当てとる、強そうやなこいつ、腰に手当てとるこいつ。さあ勇者カイトが召喚するのはね、レジェンドヒーローで皆さん散々お世話になったでしょう、伝説の勇者です。いやこいつマジで強いんだよな急に強くなったそして急にこっちも弱くなんだよいやーちょっと待って、今までのモードイージーとかベリーイージーだとすると、今回のモードはねベリーハードですなんでかっていうとね、ま、そもそもこいつはそんなに強くないさあ勇者といえばもう敵でしょう、行くぜパラボス、勇者の敵よ、我が勇者に手を下す気になってきたわ。さあで原作再現ですよね、ここまでいくと。お互いついに1対1の戦いになりました。あもう面白いね、1331ってあったけどついに1対1ですよ全然面白くないよ、なんだこれさあ問題はここです、この戦い非常にバラモス分が悪いんですよデインブレイクで弱点取られるし、ロトの剣、おっとバラモス、まずはね特有呪文、私といえばこの技爆発呪文、イオラス、どうだ、いや弱っ、お前暗黒入ってるよね、あでも向こうの駅たまんねえわ、特別措置で向こうの駅たまってねえわ、普通たまんのにな、ナイス、おっとどうした勇者よ、お前の剣技はわしに当たっておらんぞ、お前の力というのはそのようなものなのか、お前の力というのはそのようなものなのか、単身で我に挑むその姿、まるでお前のうちにオルテガと同じようなものよの、ああなんと哀れ、いいぞいいぞ、これ勝てる、これ勝てちゃう、勝てちゃう、これ勝てるわさすがに、これは勝てる、ロトの剣技に来る分には大丈夫、レインブレイクで麻痺しちゃうのが一番負け筋だから、まあ痛恨怖いけど、あっ硬っ、バラモスだけ硬いからな、おいいよ、デインブレイクは弱点取られないしね、大丈夫だ、それなら大丈夫、まあ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 全然大丈夫、ジャードの爪はね何でか使わないかって言いますと使ったところで何一つうまみがないんですよ、伝説の人は打撃に強いし、おっなんだ、何使うんだよ、お腕組んどる、強そう、なんでおめえが使ってんだよ、ライアン探す勇者が違う、で勇者の子供を探すって言うとったけど、ライアン原作で違うよ、探す勇者が違えんだよそれは、あ来た、これが強えんだよな、いや相性悪いな、デインブレイク来たが、うわー結構やっぱりまあ日にはなんない、頼むぜ、初呪文イオナス、いくぞ、いいよいいよいいよ、あと2回、あと2回イオナス打てば勝てる、なんつう戦いやでも、ね、主人公もなんで単身でわざわざバラモス挑んでるんだ、仲間連れてこいよ戦士魔法僧侶なぜ連れてこなかった、なぜ単身で来たんだ、俺手がと一緒だよお前お前ダメだよそれじゃあ、お前それじゃダメだよ、まあ確かにね、こんな強いのが仲間連れてきたらよっぽどめちゃくちゃなことになるけどさ見せてやれ、イオナス大爆発、あと一発で次の一撃でお前は終わり、あゾーマ様、勇者がこの地にやってきたようです、勇者が単身でかまるであの時と一緒やな、勇者よ喜ぶがいい、我に焼かれるのだからさよならだ、これ勇者かわいそうだよ、あんまりだよいやあんまりだなこれはあんまりだわ、ゾーマに抵抗された、いよいよ勇気たまんないと思ったもん、てっきり